浮上は9月1日改良新型3008のプラグインハイブリッド車 PHV3008 ハイブリッドフュージオット3008ハイブリッド改良新型を欧州で発表した。浮上が属する PSA グループは2019年から順次全ラインナップに EV やプラグインハイブリッド車などの電動車を設定している。フルエレクトリックのゼロエミッション車または CO2 排出量を 49GKM 以下に抑えた PHV をラインナップし、顧客にクリーンモビリティソリューションを提供していく。浮上は2023年までに全ラインナップに電動モデルを設定する計画だ。この計画に沿って浮上は改良新型3008にも PHV を設定した。標準仕様の 2WD-FF の3008ハイブリッド 225E と高性能 4WD バージョンに位置付けられる3008ハイブリッド 4300E の2グレードを用意した。トランスミッションは PHV 専用の8速 AT-EE8 を組み合わせている。 FF の3008ハイブリッド 225E では直噴 1.6 リットル直列4気筒ガソリンターボピュアテックエンジンが最大出力 180HP 5500rpm 最大トルク 30.6kgm 3000rpm を発生する。フロントに置かれるモーターは最大出力が 110HP でエンジンとモーターを合わせたシステム全体で 225HP のパワーと 36.7kgm のトルクを引き出す。動力性能は0から100kmh 加速が 8.7 秒、最高速が 225kmh だ。二次電池バッテリーはリチウムイオンで、蓄電容量は従来型の 11.8kWh から 13.2kWh へ容量を拡大した。この効果で EV モードは従来型のおよそ 40km から 56km WLTP 計測に伸びた。燃費は 76.9kmL、 CO2 排出量は 30GKM と公表されている。浮上3008ハイブリッド改良新型 4WD の3008ハイブリッド 4300E では直噴 1.6 リットル直列4気筒ガソリンターボのピュアテックエンジンが最大出力 200HP 6000rpm 最大トルク 30.6kgm 3000rpm を発生する。フロントに置かれるモーターは最大出力が 110HP、リアに置かれるモーターは最大出力が 113HP で、エンジンとモーターを合わせたシステム全体で 300HP のパワーと 53kgm のトルクを引き出す。動力性能は0から100kmh 加速が 5.9 秒、最高速が 235kmh だ。バッテリーは蓄電容量を従来型の 11.8kWh から 13.2kWh へ大容量化したリチウムイオンだ。 EV モードでは最大 59km WLTP 計測をゼロエミッション走行できる。この効果で燃費は 83.3kmL、 CO2 排出量は 29GKM、いずれも WLTP 計測と優れた環境性能を実現している。走行モードはエレクトリックモード、スポーツモード、ハイブリッドモードの3種類だ。3008ハイブリッド 4300E には 4WD モードが追加され、4種類から切り替えられる。バッテリーの充電は標準コンセントでおよそ7時間だ。急速チャージャーも利用でき、充電はおよそ1時間45分で完了する。浮上3008ハイブリッド改良新型
大量新型のインテリアには最新のアイコックピットが搭載された。改良新型のアイコックピットはさらにモダンとなり、クラストップレベルの機能性を追求している。改良新型にはドライバー正面にフル 12.3 インチのデジタルメータークラスターが採用される。カスタマイズや設定変更が可能だ。このデジタルメータークラスターにはノーマリーブラックテクノロジーを備えたデジタルパネルが採用されており、視認性やコントラストが向上しているという。ダッシュボード中央には新たに10インチのタッチスクリーンがレイアウトされた。画面は高精細で7つのピアノキーによるトグルスイッチが配される。オーディオ、エアコン、音声コマンド付き 3D コネクトナビゲーション、電話、モバイルアプリケーション、危険警告などが表示される。また、3008ハイブリッド 225E と3008ハイブリッド 4300E には、電動機能へのアクセスを可能にする専用ボタンが設置されている。プジョー3008ハイブリッド改良新型。改良新型ではスマートフォンとの連携が強化された。トリッププランナーは PSA グループのフリーツームーブサービスを介してロングドライブの計画を支援する。トリッププランナーではルート沿いの充電ポイントの位置を考慮した最適なルートを提案する。コネクテッドナビゲーションにこの計画を送信すれば車内で利用することができる。スマートフォン向けアプリのマイピュージオットを使えば、走行前に PHV システムを起動しておくことができる。この機能により EV モードの航続が最適化され、効率的なバッテリー温度に早く到達することが可能になるとしている。